2024年1月に3日に開催される第100回箱根駅伝。12月29日には区間エントリーが発表され、いよいよ本番を待つばかりとなった選手エントリーは12月11日に行われ、今回は例年より32人多い23校368人が選手登録されている。月間陸上競技ではエントリー選手全員を対象に行ったアンケートの回答をもとに、 出身地を都道府県別市町村別に集計した市町村別では8人の神奈川県横浜市が最も多く3年連続で最多となったそのうち4人が東農大の選手で2区に登録された並木静ね4年は2区の難所盆田坂近くにある横浜市立六川中の出身まさに地元を駆け抜けることになりそうだ 2位には前回から2人像の7人となった京都市。佐藤啓太、駒大2年、や、柴田大地、中大1年、といった高校別で最多となった洛南高出身者だけでなく、長野、佐久長生高卒の村尾裕樹、巡大2年、も出走が予定されている。3位は福岡市の6人で、以下、仙台市、宮城、我孫子市、千葉、熊本市が5人で並び。 松戸市千葉、北九州市、福岡が4人で続いた。1位以外では複数人のエントリー選手を出した町村はないものの、日本最南端の町で人口4000人弱の竹富町、沖縄、ら大中竜兵、日大に、がエントリーしている。都道府県別では25人の千葉県が最多。6人増の埼玉が23人で前回4位から2位にアップしている。 京都は前々回2人のみだったが、前回が8人、今回が15人とエントリー数を増やしている。また、青森県は前回大会でただ1人登録されていた田沢連駒大、現、青森、が卒業して、エントリー選手ゼロの危機だったが、大東大のルーキー、宗像一楽が補欠として登録されている。